航空会社コードと便名が表示された出発案内表示航空会社コードは航空会社を識別するために付けられる固有のコード、便名とともに表記される場合も多い。ただし国内線やチャーター便を専門に運航する航空会社などの一部ではコードを持たない会社も存在する。国際航空運送協会によって定められる IATA 航空会社コード、 国際民間航空機関によって定められる ICAO 航空会社コードの2種類がある。IATA 航空会社コードの2レターコードは国際航空運送協会により定められており、世界各地の航空会社に割り当てられている。主に航空券や旅行代理店でのデータ処理など旅行業関連の商用ベースで使用されている。形式はアルファベット2文字、または アルファベット1文字数字1文字である。この場合、数字部分は名義尺度の一部に過ぎず、数字部分の代償や比率などに意味はない。アルファベット1文字数字1文字の場合、瓶名を表示した際に、エアージア x の T7537 瓶のように、コードの数字と瓶名が一連の組み合わせに見えて、しまうが、アルファベット1文字のみがコードとして割り当てられることは、ない。 この場合は航空会社コードが D7、便名が537である。コードの2文字は自由に付与することができるが、基本的に洗顔主義なので、早く申請した航空会社には会社の略称にちなんだコードが割り当てられていたことが多かった。また、新興航空会社などだとアルファベットだけでは足りないため、数字が入ったコードを使っているところも多い。 加えて、同じコードを、異なる地域の複数の航空会社に割り当てる場合も、ある。例えば、かつて、日本に存在していたハーレクイヤーに当てられていた、JH は、同時期に、ブラジルに存在していたノルデステ航空にも、与えられていた。2レターコードが変更された例は、ニュージーランド航空、ソラシドヤなどがある。合併や倒産により存在しなくなった会社の2、 レターコードが後に別の会社のコードとして採用されることもある。その例として日本航空と合併した日本エアシステムが使用していた j d が現在は中華人民共和国の新興航,航空会社である北京首都航空が使用している。日本航空グループ内で JAL エクスプレスが日本航空に吸収された時、日本エアコミューターが それまで使っていたコードを 3X から元 JAL エクスプレスの JC へと変更した。また一部の航空会社ではこの2レターコードを社名の由来とするところもある。ICAO 航空会社コードは国際連合の付属機関である国際民間航空機関により定められているコード。形式はアルファベット3文字である。主に航空管制やフライトプラン等、 航空機の運航に関連する公的機関のレベルで使用されている。日本の場合、日本航空イコール JAL、全日本空輸イコール ANBA など、機体に表記されている略称とサンレターコードが同じの場合が多いが違う場合もある。例えば Q、中日本エアラインサービスの略称はノルだったが、サンレターコードは ALS で登録されていた。ちなみにノルはアメリカの Q、 ナショナル航空であった。航空会社ではないが、航空機メーカーのボーイングやエアバスにも3、レターコードは付与されており、テストフライトなどで使用される。また、IATA にレターコードと異なり、既存のコードが別の会社にも与えられるということはない。日本国内では、便名の案内において、ICAO コードと異なる略称を使用している場合もあるが、実際には、 アエロメヒコ航空など別の航空会社に割り当てられている。ありがとうございます。